見える？太陽の光、木漏れ日。木漏れ日は太陽の日差しが葉の間から漏れる光景。その文化にしかない特定の言葉とかあるじゃない？他の言語に直訳できないような言葉。言葉で表すことができない様々な感じや思想を考えてみて。